イオンモール三河は、山形県東田川郡三河町に所在する、イオンリテール株式会社が開発、イオンモール株式会社が運営するモール型、ショッピングセンターである。2001年8月3日、三河町、猪子地区の三河バイパス沿いに、当時としては、県内最大級の商業施設面積4万1200平方メートルを持つイオン三河、ショッピングセンターとして開業した。各店舗として、 ジャスコ三河店が出店。SC には東北発の4シネマも併設された。同 SC の出店がきっかけになり、2005年夏には SC 北川に地元不動産業者によって、ルパーク三河が、同年秋には大和ハウスグループのデベロッパーであるヤマト情報サービス株式会社によって、アクロスプラザ三河がそれぞれ開業し、一帯は一大商業エリアとして発展した。 2011年3月1日、ジャスコ三河店は、イオングループの総合スーパーをイオンに、店名統一することに伴い、イオン三河店に解消し、同11月21日、イオン三河ショッピングセンターは、イオンモール三河に解消した。2013年11月1日、管理、運営が、イオンモール株式会社に移管。2019年6月10日、1階のモール、 南側入り口付近に県内のイオンモールとしては初の出店となるイオンモール3川内郵便局が開局している各店舗のイオン三河店と66の専門店で構成している専門店全店の一覧詳細情報は公式サイトショップリストを営業時間は公式サイト営業時間のご案内をそれぞれ参照イオンモール三河停留所路線により 乗車場所が異なる、イオン三河ショッピングセンターに関するカテゴリー、ありがとうございます。